いや楽しかったな、楽しかった。お、HP 回復してくれてる、ありがとう。そう、髪型は？では平成のギャル、ギャルボブとかショートで調べたら前髪をこういう風にかき上げてる系のが多かったから、それでちょっとメイクを濃くしてみたらちゃんとギャルになって、あとカラコンもね、今日はそのちょっと前に初めて使った結構派手めの色ががっつり変わるカラコンちょっと使ってみたので、そう、あーあああ本当にもうね、楽しかったよ、やりきったよ。もうでも心はすごいね、テンションが上がって楽しかったんだけど、足に乳酸が溜まってもう今すごいことなってんだけど、むくみがねすごくて、いやって言ってたら明日も普通にリハーサルあるので、てか明日もっていうか来週も普通にリハーサル平日ずっとあるので、いやーって感じですけど、まあねー、こう忙しいのは嬉しい悲鳴ですからね。なんかでもさ一気に来すぎじゃないみたいなとこあるよね。やっぱファイナリストライブもあるしさ、なんでまた被るんだかっていうところですね。ちょっと水飲もう。ね、そう、15分の理由は普通に体力的なだけじゃなくて、ちょっと声もね今んとこ大丈夫なんだけど、喉もかなりね、斜めとかも結構ね枯らしてたから、ちょっと多分普通に、まあ、歌ったし MC 話したし笑ったし、多分ちょっと喉枯らっていくだろうから、ちょっと温存したくて。そう、ハートありがとうございます。そう、わかる。いつもそう、歌唱力かぶるんだよ。あとありがとうね。あ、お水ポーションいただきました。回復していきます、ありがとう。あ、連日生誕祭は疲れるよね。いやなんかね、どっちかというと逆で、生誕祭じゃなかったらなお大変かも。なんかもちろん長さで言ったら生誕祭の方が長いんだけど、こうまたこう向き合い方がさ変わるじゃないですか。なんつったらいいかな、ちょっとでもさ、まあ普段公演見てくれてる方わかると思うんですけど、普段の公演がまあ普通にデフォでそれも全力でやってるじゃないですか。でも生誕祭ってその普通にただ全力でやるだけじゃなくて、メンバーのこと考えながらメンバーのポーズしたりとかメンバーの MC したりで、その普段の何もないゼロの状態から公演をやるのよりも、メンバーへのエピソードとかこのメンバーのことを話すっていう基礎の状態が出来上がってる生誕祭の方が、なんかそんなにこうなんつったらいいかな、実はそのテンション感としてはちょっと違うんですよね。そう、向き合い方ん、なんていうのかな、まあだから方向性というかそれが違うんですよ。結構なんかそう、矢印の方向が違う。普通の公演はファンの方に届けるっていうのが第一だけど、その生誕祭ってそのファンの方にももちろん届けてるんだけど、それ以上にメンバーを目立たせる、その生誕メンバーを目立たせるとか、まあその生誕祭を盛り上げるっていう一歩引いた役目なので、ハートありがとうございます。だから全然ちょっと違うんですよ、ニュアンスが。だから全く同じゼロから作る公演を4回2日間でやるよりもね、お昼はそうだけど夜はそのメンバーのことを思ってやるっていう方がやる側としてはね楽しいかなって思う。そう、実際楽しいしね、メンバーのこと好きだからさ、だから楽しいんですよ。うん、そうそうそう。まあノーマル4公演はもう研究生公演ぐらいしかやったことないからね、比べれないんですけど、まあでも普通の公演だけでも足が
上がんなくなっちゃって、そう、もう体のガタね、 HP の話です。これはもう、もう気持ちとかの問題じゃなかった。最後のめめしくってか、もう全力で跳ねただけだったそう、あでも DMM ね、見てくれてたでしょきっと。カイリがまたおもろいことになってたんだよ。またやったよあの子ひなちゃん、生誕祭盛り上げてくれてありがとう、感謝。いいえ、こちらこそでございますよ。生誕祭ほんと楽しいからね。うん、あ、そうそう、今日はカラオケ3曲やったんだけど、1曲がめめしくてでしたねめめしくて全力ダッシュしたよ。昔さ、2期生でさ、配信ニコ生やった時に、めめしくてやった時のすごかったんだけど、あれみたいな感じ。ねえ、ひのニコ生やりたい。いや、私ニコニコ動画がまあもともと好きで、ニコ生とかも結構見たりしてたんですけど、普通に NGT でやるニコ生めっちゃ好きだからやりたい。歌歌えるし、カラオケ企画やろうよ。9月2日とかやらない9月2日あれだったわ、おしゃべり会だったわ、そういえば。まあ、その前後でやろうよ、研究生お披露目うんちゃらかんちゃらで、お披露目ライブ記念なんとか。ね、ということで講演ありがとうございましたですよ。いこいこ、そう、メンバーみんな頑張ってるから、そう、褒めてあげてください。マジで本当によう頑張ったねって。そう、なかなか結構さ、コンサートのリハとかもさ、こうみんなに見えるものじゃないじゃないですか。コンサートの本番でやっとさ、こういう形なんだなっていうのが分かるものじゃない。で、まあ実際リハーサルとかって結局ドキュメンタリーとかってない限り見れないから、だから今回はそう、もうまるっと本当朝から晩までのリハが2日間続いて、今日昼夜だったので、昨日今日かで、また明日からリハなんですけど、頑張ったんだよみんな、偉い偉いだよ。だからメンバー多分最近配信できてない子も多いと思うんですけど、なんで配信ないのとか言わずに頑張ってるんだなって思ってください。私が変なだけだよこれは。あのね、自分で言うのもなんだけどね、私が変なだけだからね、こうやって毎日配信できてるのって。そう、当たり前にできることじゃないだろうなって思ってるから頑張ってるだけで。そう、だからみんないい子、いい子です、頑張ってますみんな、偉いね。ハートありがとうございます。うん、よいしょ。まあでも公演は本当に楽しかったですよ。うん、結構今日はお試合も多かったし、昼、ありがとうね。そう、だからちょっと結局あんまりなんかちゃんと宣伝できなかったけど、おしゃべり会もね、7月の29日の受付が明日の1時までかな、で終わっちゃうので、そちらね、ほんと忘れなく。だから私も告知のしなきゃな、絶対。でも本当に寝ちゃいそう、ガチで。え、7月ずっとハード、やばい。本当にさ、私ね、歌唱力においてなんですけど、歌唱力で体ボロボロの状態でやっていいことあったこと一回もないのだからすごい心配ではあるんだが、回復できるもんなのかしら、わかんないけど。7月公演ね、もしかしたらもうないかもね。私もちょっと分かってないんだけど、マジで休み1日もないんじゃないの、もういや、あるかな、さすがに。一応でも1日だけある予定ですけどね。やばそう、本当に真っ赤私スケジュールのさ、
スケジュールアプリはね、赤が NGT の仕事にしてるんですけど、マジで真っ赤。1日だけでやばいと思ったやん。あのね、違うんですよ。私ね、一回ね、なんだっけ、何連勤だっけ、60連勤みたいなことしたことあるんですよ、舞台の時。ワタピアの舞台の時のね、60連勤じゃないわ、ちょっと数えるね今から。すごいとこあるんですよ、こっからだな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,57日で2日間だけ休みがあった。だから57,8,9,59日間の中で2日間だけ休みがあって、もうそんな休みに入んねえやんって思うかもしれんけど、59日連続、ほぼ連続で、そうすごいもん。だってその59日間の中で2日間の休みのうちに美容室行って、もう一個は整体行ってるもんね。そうすごいっしょ。そうまるっと59日間の中で2日間休みがあった。ちなみにでもその手前も1週間で 2日間、その始まりの日なんか1日目から前日も、前日トレーニング行ってて、前日はズームの打ち合わせで前日のトレーニングあって、それまではショールームイベントがあって、ショールームイベントで撮影って書いてある、これあれですね、グラビアの撮影ですよ、があって、ツアーリハ、ジャケ写撮影、ツアーリハ、ツーショット撮影会、リハみたいな。っていう時期があったので、今まだマシなんですけど、全然マシですけどねって感じ。あん時はだから舞台終わっても、それなんでそんなに57日間も長かったかって、その舞台の稽古も、稽古ももちろんほぼ毎日やってたからそりゃそうなんですけど、それだけじゃなくてツアーもあったし、なんだっけな、ツアーもあったし、ヤヒの卒業公演もあったし、オフラインおしゃべり会とかオンラインおしゃべり会とか、あと新曲のレコーディングかなとかもあったりして、そうで、それで終わったら次の日からショールーム選抜の仕事が入って、 MV 撮影とかそうやって、でで福島行くやん。で福島行って、次成人式の前撮り、福島から帰ってきた次の日に成人式の前撮りして、前撮りっていうかあれですよ、あれです、つぐちゃんと2人で撮ったやつね。そうもう NG1 のやつね。で卒業公演リハ、卒業公演リハやった後に成人公演出て、で次の日 MV の振り入りして、次の日 MV 撮影で、次の日クリスマス公演リハで、次の日クリスマス公演やって、クリスマス配信やって、初めての休みが12月25日。切れてもいいと思う。なんでや、逆になんでや、なんでクリスマスに仕事ないので、その次はもう公演リハ、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 つぐちゃんの卒業公演で、そうで8枚目のシングル発売日とショールームアワードがかぶって、せっかくショールームアワード選んでいただいたのに出れなくて辛くて、で12月31日は休みでみたいな。そうよ、すごかったでしょ、この時が一番やばかった、体力的に。でもなんかその舞台ワタピアは自分でね、自分一人のお仕事だったから、結構アドレナリンというか、なんつったらいいかな、
まあ、責任感というか、なんか結構そういうの、私どうやらそういうのがあると強いタイプらしくて、自主的なものっていうのかな。だから全然そんなに辛いとは思わなかったですね。まあそれを乗り越えた私にも怖いもんはないですよ。あー、まあ頑張ったね。いや今日さ、そう、まあ公演昼夜出たので、まあずっと劇場にすし詰めだったんですけど、すし詰めではないか、ずっといたんですけど、そう今日プロセカのね、私プロセカも最近全然触れてなくて、プロセカのコネクトライブがあったんです。私の一番推しユニットの25時ナイトコードでのコネクトライブっていう、本当にその場でリアルタイムの、まあ、バーチャルアバターが踊る、本人たちが踊るライブがあって、360どこでも見れるよっていうやつで、私今までずっとビビバスも見たし、2周年イベントも見たし、2周年イベントだっけ、あれ見たし、あれも見たんだ、ももじゃんも見たし、レオニも見たし、ワンダショーも見たわ。うん、ワンダショーもやったっけ、あれ、いやワンダショーもやってたよね、あやってないか、ワンダショーまだ、やったっけ、えやったっけあれワンダショーってやったっけ、まだやってないか、あ私はまだやってないかも。でそう25がそうあって、で25をさ、ね、推しユニットだから見たくて、でそのコネクトライブ3回やってくれるの、1日に3回、声優さんとかも大変だろうね。それで2時5時8時なので、アーカイブとかなくてアプリ内のものだから、まあ昔1年後ぐらいには見れるんだけど、めっちゃ先なのね。そうすごいよね、2時5時8時なのね。我々の公演昼夜12時からと5時からだから、12時から始まって2時に終わるやん、で2時に終わって2時公演じゃん、で次5時開演で5時開演でしょ、で8時からでしょ、8時終わって、その後写真撮影とか挨拶とかあるから、そう全部見れないってなって、最終的に結局、いやそう8時見れないんですよ、8時の方が見れなくて、だから最終的に2時から2時からのやつを最初見ずに後半を見ました。チケット買ってね、そう買ってっていうか貯めてた優勝クリスタルを使ってって感じかな、どっちかというと見ました。そうなので最初のトリコロージュは見れなくて、ほとんど見れなくて、さっき8時開演のやつでちょっと見たんだけどね、トリコロージュほとんど見れなくて、途中からの朝日奈真冬がなんか無表情でポーズ取ってるあたりくらいから見始めて、でその後の限りなく灰色へと ID スマイルは見れたんだけど、バグはその次の公演のリハ、3部のカラオケとかやってたところのリハで見れなくて、バグはちょバグ写真撮りたかった。でその後アンコールは見れたから、アンコールのカトラリーじゃないわ、カトラリーじゃなかった、妄想大賞、妄想大賞愛情連盟は見れたし、ヴィランも見れたし、悔やむと変えて未来も見れたんだけど、バグ見なかったなっていう、まあでも見れたんですよ。でそう1公演につきお金がかかるので、そうなんですよ。なので昼そう14時のやつだけ見て、8時のやつはお試しみたいなので、最初の1曲と MC ぐらいは見れるんですよ。それだけ見ました。あギフトありがとうございます。まあでも見れてよかった。ああそう可愛かった。だからね、またアーカイブが公開されたら買おうかなって思ってますけど、さすがに推しなんでね。ああでもそう、それもあっ
ったし、でもね寝てた普通に昼夜の間は。珍しいんですけど昨日も寝てたんですよ。昨日はてか昼公演始まる前にも寝たし、昼夜の間も寝たし、今日も昼夜の間寝てた。私基本あの寝ないんですけど、もうね体力がね限界値でねそんな感じで話してたらもう結構ね15分ぐらい経って15分以上経ちましたね。客席では寝てないよ。あのメールで送ったやつでしょ、裏に客席と同じなんかつながってる椅子があって、グレーのやつが、あそこが楽屋のほんと裏にあって、それ昨日の朝のタイミングで3個使って寝ましたね、横に並べるやつ。よしということで、うーんちょっと寝よみんな。 SNS は、今から告知します。 SNS やること、チャットまず送ります。でマナの生誕のツイッターを書きます。メール書きます。次おしゃべり会の告知をやります。寝ます。よし、わかる。あのフライングホーヌのカウチシートみたいなことしてて、それ草なんだよねその3つ使って寝るやつ。よし、それではじゃあ壇上読みます。13位タカさん、12位リンさん、11位シンジャロスさん、10位クジチーさん、9位フサクさん、8位エイタロウさん、7位ケイさん、6位マスルさん、5位突破球さん、4位ベロさん、3位シンイチさん、2位トウゴさん、1位ミーさん、ありがとうございます。バイライもやりますからね皆さん。はい、ということでね、寝るね、明日も頑張ります。それでは皆さん今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日おやすみ村、バイバーイ、寝るー、おやすみ、バイバイ。